現在イベントマッチ中、時間ギリギリで相手にカウントリードを許してしまった。敵に倒されたもののまだ延長戦は続いているので、ノックアウトを阻止できたことによる大逆転劇のシナリオ。私どころかチーム全員そのシナリオを思い浮かべていただろう。しかし我が身に降り注いだシナリオは想像を絶するものであった。とりあえずヤグラ上にジャンプでなんとかヤグラの進行を続けるんだ。幸い私はロングラだからヤグラに乗ってくる相手には滅法強い。武器を可愛がる武器はーい。というわけで今日は私も仮装して実況していくぜ。ショックのあまり壊れてしまった。皆さんおいっす。いろんな武器出てくるけど使えるか心配なマリサだぜ。前が見えてるのかどうかが心配だわ。やったろう。ウルショ祭り以外のイベントマッチやるとは珍しいですねトレイムよ。はい、ということで今回はちょろっとイベントマッチやってみたので、その様子からお届けするぜ。クゲの足早すぎてね。いまいち表情読めないよゴミ箱マン。でもそれもそのはず。今回のマリサの頭ギアの仮装にはスタダがついていたのである。なるほどそういうことだったのか。お前にはついてねえよ。ついてんのは一瞬だけだわ。ひどくね。まあでもいいでしょう。スタダでの強さ見せてやるぜ。なんだこの武器強すぎんだろ。強射程モードは本当に驚異的ね。スピナーなんて微塵も使えないのになんだこのイカレ具合は。どうせ仕事もできないからヤグラ乗りしますか。吸引器あるからヤグラ上にいた方が断然強そうだし。いやこの距離当たっちゃうの。え？この武器って弱点どこ？打ちすぎるとインク切れするところ？それ全部の武器そうだろ。なるほどこうなるのが弱点か。普通ならないからね。待ってくれよ。いいのかこんなに簡単に敵倒せて。これがスピナーの強みですよ。お前自身が弱点にはまってるじゃねえか。そもそも相手の武器構成的に釘を止められる奴がいないじゃないか。ラインマーカーは飛んできてるけど、どっかのバカで慣れたのでこれは完全に無視しまして。一体誰のことなんだろう。関門もないから吸引器履いておけばもはや敵なしだぜ。というわけで。はい、お疲れ。解散、解散。なんだこのゴミ箱ギフテッド。続けて2戦目じゃあ、次に私が支給されたのはボトルガイザー。ウルショ武器の中というか全武器中でも現在トップクラスの単体性能。これが支給されたら当然価値格だよな。私が指切りが得意ならね、ゴミ箱のせいで哀愁がすごい。とりあえず困ったらウルショ貯めてぶっ放せばいいや。一般プレイヤーがそれ言うと適当にやるみたいに聞こえるけど、私適当なところでしか打たないんで。シールドも強いはずなんだけどクソむずいなこれ。吸盤が苦手なマリサにとってはこれはなかなか厳しいわよ。バカにしてんのか。いいだろう、ウルショも溜まったからガンガン勝負してやるぜ。と入っても狙えそうな位置に敵がいないしちょっと温存かな。できることならバレルとか倒しておきたいところなんだけど。おっとそんなところいたのかよ。この武器指切りも必要ないんじゃね。ブツコンセプトを否定しないでください。敵が3落ちしてヤグラを進めるチャンス。うわびっくりした、ここにいたのかよ。やっぱり指切りいらないかもしれない。そのようですね。ヤグラは乗ってくれてるから私は前に出ちゃおうかな。ウルショあるから適当な敵見つけて追い返したいんだけど。よしじゃああいつだ。なんか全然当たってないんだけど。不死じゃないから感覚違うわ。うまくいかなかったって認めなさい。このシールドはなかなかうまいのでは。サムライドヒッターズ食腕ごと落としててくさ。サムライドもめちゃくちゃ楽しい。これだけ落としてくれたし私はここで潜伏してればいいかな。やってる動きは完全に一死のそれなんだけどね。つうかもう一人のボトルの人がめちゃくちゃ強いんだけど、もしかしてあの人ボトル使いだったりする？ボトル使いっていうかウルシューターですね完全に。武器ランダムなこの場で出会えるとは感動だぜ。というわけで乗り切って終了。あれこれ難しいことはあったけど、いつもと違うはちゃめちゃ感があって楽しかったわ。次は私も参加してみようかな。その時はお前も仮装だぞ。じゃあいや。イベントマッチの試合はこれで終わり。あーやっとあのゴミ箱から解放されるわ。自分の意思で被ってたんじゃないのかよ。それじゃあ3戦目いくぜ。まあ通常マッチだから1戦目みたいなところあるけど、ルールはガチココバトル、ステージは湯の花大渓谷ね。やっとゴミ箱から解放されました。好きで被ってるんだと思ってました。普段自らに制限をかけることで解放した時に一気に強くなるんですわ。7人と同じシステムなのかよ。呪術がマジでおもろくてもはや毎週の生きがいになってる今日この頃。次週どうなるのか気になって毎週木曜の深夜は夜更かしばかりです。それはいいので試合の方を集中してください。
いやマジでこの左壁が強いっていう仕様を使うようになったんだけど、被弾率が明らかに減ったよね。場所的に絶対できないっていうところもあるにはあるんだけど、意識してるかどうかで遮蔽物の使い方が完全に変わったよね。私も最近はそれ意識してるところだわ。強みがよくわからんって人にこれをお見せしましょう。これもう完全に強み出てますね。ほら左壁のおかげでガリナーもウルショでこの通り。これは左壁関係ないだろ。ワイプアウト通ったんでここは任せて私は前へ行きますかね。トラストに拾われてなければ関門まで余裕で行けてたかもね。身を停止して味方が戻るまでの時間稼がれちゃったな。そんな私も味方が運んでくれるために身を停止してやるぜ。いや嘘じゃん、全部分散した。局所が難しいゆえんが出ちゃったわね。そもそもザミナーに背中向けてたから倒せてたか怪しいけど。いやこれは申し訳ない。結構いい攻め方できるところだったんだけど。でそういえば今更だけど、ステージもルールも昨日の私と全く同じ構成ね。あれなんか昨日の動画でクイズがなんとかとか言ってなかったっけ？それは紹介しないの？いやだってマリサの試合中にそんなことしたら絶対怒るでしょ。いいよ別に。残り時間2分30秒ぐらいまで全然試合動かないし。詳しすぎる未来予知やめて。というわけで前回の答え合わせ。だとしても躊躇なさすぎるだろ。前回の動画でいつもと何かが違うけどそれは何でしょうという問題を出しましたね。ラインマーカーが全然当たっていないこととか、やたらメインの動きが良すぎるとか、実はヒントはたくさん散りばめられておりました。最も多かったのは高橋さんと入れ替わってる説、あとは編集者が私じゃない説など様々な予想が飛び交っていましたね。というわけで正解は無線から有線に変えたことでした。わかるわけないクソモン。有線に変えたことでむちゃくちゃ動きが滑らかになり、メインでの動き方がかなり良くなりました。反面滑らかになりすぎたあまり、繊細な精度が求められるラインマーカーがその微妙な滑らかさの違いから全く当たらなくなるという、嘘みたいなフォントの現象が連発しました。どうでもいいけどこれ正解者一人もいねえだろ。きっしょ、なんでわかるんだよ。そういう術式なのかもしれない。本編へどうぞ。というわけで今まで無線だったところを有線に変えてみたという話でした。見た目には全然わからないけど、クイズにしたくなるぐらい劇的な変化がすごかったという話でした。要するに答えさせる気はなかったっていうことですね。最低な悪問の答え合わせも終わったところだし、試合の方戻らせてもらうぜ。そんなところ潜んでたのかよ。関門前でここを取ったものの関門突破はちょっと厳しそう。でこい壊してから前出てみますか。あ、完全に見えてなかったけどやってくれたから私はこっち。味方のカバーでなんとか撃破。じゃあ私はこっちを担当するぜ。残ってるのはトラストのみ。その間に関門は突破。所在がわかってるなら。バックでももらっていけるんですわ。でもその後のステジャンはやめて完全にぶっ刺さった。関門からさらに進行チャンス。前行かなきゃいけないけど一人素通ししたのは私しか気がついてない。マジであのジャンプは刺さりすぎた。でどうしよう。ここの方に行くべきかどうか。味方がそこにいるなら割れるかもしれん。いや残念ながら全滅したわね。こりゃ無理だ絶対絶対。で、多分全力で自陣に帰ってると考えるだろうから、攻撃いなせそうな場所で潜伏。最悪すぎる。あれでもこっちには向かってってなさそう？ヒット SE ってなかったんだっけか？それにしてもラッキー。背後取ってカウンターの状況をひっくり返す。今さら私に気がついても遅いわ。ここだけはもらっていくぜ。背後で味方がローラーを撃破。ザミナーの位置も見えたから一旦カウンターは済んだかしらね。よし、あの潜伏バレた時はどうなるかと思ったが、逆に範囲がでかすぎてどこで当たったのかよくわからんかったのかもな。でもまだ相手が雨どりで突っ込んでくるから安心はできんな。うわびっくりした。潜伏に完全に気がつかずに返り討ちに遭うところだったわね。絶妙に局所が当たんねえな。あ、最悪これ逃げられねえじゃん。強いだったせいでウルショの爆風でそのまま倒されたわね。威力下がったとはいえこんだけ食らってれば十二分な火力だな。っていうか残ってるのハイドラだけなんだけど。いやマジかこれ普通にヤバいかもしれん。ナイスダマでひとまずの応戦中だけどしんどそうね。関門突破は正直しょうがないとして、なんとか食い止める方法を考えんとな。左の関門にはバリアにデコイも展開。これは関門行かれちゃいそうね。ひとまずローラーがあそこにいるのはまずいから追い返そう。中盤で耐久値下げて割れたところを叩く。おお、絶対行かれたと思ったけどギリギリで止められた。なんで右ルート来たのかわからんがこれはめちゃくちゃラッキーだ。トラストどころか他に誰かこっちにいそうだが、いいところに死にいられて結構きつそうね。うわお、その恋戦はマジで熱い。潜伏通されると面倒な奴を倒せるのはかなりでかい。なんで棒立ちしてるのかわからんが見逃せるほど余裕ないんですまんな。残りはトラストとザミナー。ここまで詰められればトラストは怖くない。ザミナーは帰っていったかな。と、飛んでってたの完全に気がつかなかった。暴れに暴れまくって残り10秒でマリサがダウン。味方は3人生存してるけどどうだろう。ハイドラがダメ押しのナイス玉展開。もう一人もここ前に待機してるから時間切れで終了。なんか全体的にギリギリばっかりだったけどなんとかなった。イベントマッチも楽しかったし大満足しました。次回武器ランダムあったらやってみようかなってところで今回はここまで。次回もこんな調子でやってるから、また遊びに来てくれると嬉しいぜ。この動画はどうだったかな？良ければチャンネル登録高評価していってくれると嬉しいです。それじゃあまた別の動画でも会おうぜ。バイバイ。